孤独は百種の虫を集め、大きなものは蛇、小さなものはシラミと合わせて器の中に入れ、互いに食らわせる。最後の一種に残ったものを神霊とし、これを祀る。この呪術により欲望を成就させたり、この毒を飲食物に混ぜて呪い殺すという恐ろしい呪詛である。この残酷で強力な呪術孤独は、平安時代にはすでに禁止令が発令されるほどに恐れられていた。しかし密かに伝えられたこの呪術は、土佐の国で犬神となって再び世に現れる。錯乱状態の男たちが踊りわめきながら、次々と裕福な庄屋の家ばかりを襲撃するという怪事件が発生したのだ。役人は錯乱状態の男たちを捕らえたが、その男たちは犬神の術に操られていたという。犬神の呪術を恐れた土佐の国長宗我部氏は、このままにしておけば国が滅びると犬神の術を根絶やしにするよう命じる犬神決書を発令。犬神信仰をしていた村々を取り囲み、火をかけて村人もろとも焼き殺した。チャンネル登録・高評価を何卒。